痩せにくい人におすすめ。脂肪が減りにくい、体重が減らない、気になる部位が全然変わらない、そういった方の多くは体幹の低下、心肺能力の低下が関係しています。酸素を多く取り込むことができれば脂肪も早く燃えてカロリー消費も上がります。一緒に立ったままバランスを取りましょう。片足でバランスを取りましょう。マイペースでいいので最後まで頑張ってみてください。反対足も同じようにいきましょう。その調子です。足が疲れたら休んでもいいよ。片足、ももを上下に動かします。足首を使ってももを持ち上げたら一度少し止まります。背筋を正して動いてください。よくできました。反対も同じようにやっていきましょう。お腹を引っ込めて腹筋も意識しましょう。足を横に左右動かしていきましょう。前かがみにならないように体まっすぐして動かしてください。いい調子ですよ。あと半分です。大きく歩く感じで動きます。バランスを取りながら大きく動いてください。その調子です。反対も頑張りましょう。止めないようにしてください。ベリーグッドです。膝を曲げたら左右に揺れましょう。
体勢を低くして上半身はリラックスして揺れましょう。よくできました。膝を曲げて上下に揺れましょう。上半身の力を抜いてリラックスして動いてください。きつかったよね。よくできました。もも叩いて膝を今度は外に回していきます。左右行きましょう。よくできました。あと少しです。手足をブラブラしましょう。全身の力を抜いて手足を振りながら筋肉の疲労感飛ばしていきましょう。あと少しで終わるよ。お知らせがあるので最後まで見てね。なかなか痩せられないよって方、ストレスをつい食事で発散してしまう方、 YouTube 見ててもつい早送りをしてしまうよって方、そういった方は毎週木曜日8時からやってますタートルオンラインレッスンがおすすめです。説明欄にリンクを貼ってます。これは参加できなくても会員ページからアーカイブ動画を見ることもできますし、参加することで早送りができません。ストレッチ、筋トレ、有酸素運動、45分のプログラムになってます。毎週参加することで確実に1週間ずつ体重を減らすことができて、効果的なメニューしか紹介してませんので、綺麗なスタイルを保つことができてきます。一人でも多くの方にリアルでお会いできることをお待ちしております。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。